ガーデンドクター TV。 はい、ガーデンドクター TV 始まりました。ギュウちゃんです。よろしくお願いします。はい、そしてお隣におりますのが尾崎フラワーパークの尾崎さんです。おはようございます。よろしくお願いします。はい、なんですが、実はここ来ているのは尾崎フラワーパークではなく、ね、なぜか北海道の恵庭に。北海道まで来ちゃいました ね嬉しい限りです。ね、ありがとうございます。まあ、今年の新春第1弾で尾崎フラワーパークさんで、はい、上野ファームの、ね、上野さゆきさんと一緒に話をさせていただいた時に、今度は上野ファームに行きたいななんてね、話が出てたと思うんですけれども、実は明日、はい、ね、その上野ファームさんでの、撮影を予定しております。旭川行く前にちょっとこちら恵庭の、オープンガーデンがですね、非常に盛んな地区があるんですが、私は初めてなんでね、恵庭市来たの。あ、そうなんですか。だから大変楽しみにしてます。あ、それはちょっと意外ですね。なんかいろんなところに行ってね、行っているような感じがしてたんで。オープンガーデン見させていただくのはね、初めてだった。そうなんですね。あ、じゃあもうぜひぜひ、そう、こちらの恵庭市のね、こちら恵庭の地区は特にオープンガーデンがすごい盛んで、こちらのお店がキャロットさんっていうコーヒー屋さんなんですが、これもね、今もうご覧の通り、お店の前がね、もう植栽で非常に見事なんですけれども、こちらの、実は内倉さんという方がね、いらっしゃるんですが、この方が割とこう中心に、活動されて、この恵みの、この通りがいわゆる個人の庭だけではなくて、この通りも非常に緑がいっぱいあるというようなね、こういう活動もされているということです。こちらお邪魔しております内倉さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。こちらの恵庭のオープンガーデン、まあ、実は結構ね、前からお邪魔はしてるんですけれども、はい、きちんとその歴史というんですかね、いつぐらいからこういった綺麗な街並みになったのかというようなことをちゃんとお聞きしたことがなかったので、私が来た土地が1988年なんですよ、うん、それでその年にですね、うん、花と暮らし展っていうのがあって、うん、その翌年からガーデンコンテストっていうのを始めたんですよね。あ、それは恵庭市で、うん、市じゃなくて、市じゃなくてもう、私がっていうか、あ、内倉さん自らコンテストをやろうと、そうなんですよ、うん、ある時、うん、花のまちづくりコンクールに出さないかっていうお話が、うん、来て、うん、それで初めて組織化しましてね、うん、それで応募したら、その年にいきなり建設大臣賞を、うん、いただいたんですね。トップの賞を。そうです、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 大賞をいただいたんですよね。それでね、ここにあるんですけど、うん、これミセスっていう雑誌に、当時の、当時の雑誌なんですけど、あ、これに、あ、これがその時の、そうなんです、その時に16ページのこうやって特集を組んでくれたんです。こんな素敵な、もうその頃から、ね、この頃っていわゆるガーデニングブームの、うん、そう、ガーデニングブームの真っ只中じゃないです。うんと、これ乗った時がそうですね、うん、だからそのそ、ね、受賞した時 はまだその前、その前です。じゃあガーデニングブーム来る前からもうっていう言葉もなかった時期ですね、うん、その頃大阪花博やったら90年でしたよね、確か1990年、うん、そうです、だから90年の年、同じ年に、うん、花と暮らし展があって、その翌年から始めたんですよ、ガーデンコンテスト。なるほど、だから本当走りも走りですよね。だから花の街って言われるところがなかった時期、うん、まだ、この年にこうやって組織化して、うん、やはり賞を取ってから、うん、雑誌とかテレビとか、うんうん、ずいぶん乗るようになりましたね、うんうん、まさにガーデニングブームをなんか牽引してたよね。そうですね、そうですね、歴史があるんだ、はい、この頃はオープンガーデンっていう概念ありませんから、そもそも、うんうん、はい、だから花の綺麗なお家はここですよっていう紹介、うん、紹介です。だけど後々になったら、うん、まあ、オープンガーデンの走りだよねっていうことで、うん、全国に見ても、うん、花の街、うん、オープンガーデンっていうのは恵みのから始まったっていう感じで言われているんですよ。最初すごい歴史があるんですね、そうですね、こちら来る途中にもね、多分オープンガーデンは特にされてなさそうなお庭でも、うんうん、もう そうですとても植栽が素敵な、ね、庭がずっと続いてましたから、街に入っ
ったら、うん、すごくなんかお花だとか緑綺麗だなってきっと思われたんじゃないかな、うん、と思うんですけど、そうですよね、それから、うん、あの一月二月かけてね、うん、だんだんあの、うん、一気にバラが咲き出したりだとか、そうですね、はい、宿根草も出てきたりとか、うん、はい、綺麗な通りになってきますので、うん、そうですね、はい、それを含めて見てってください、はい、そうですね、ありがとうございます。今キャロットさんの中庭の方に ね、はい、ね、こちら来ましたけども、やっぱり出荷防止とか ね、うん、そうですね、出根草がこうあって、はい、その中をこう一年草を入れ替えたりとかする感じなんですかね。ここ、あ、ここはもうそのまま、もうそのまま、あ、ここがそのまま、もう生えっぱなしって感じですね。うん、だから、うん、実はうちここね、食料庫でもあるんです。え、食料あの義帽子、うん、美味しいんですよ、すごく。食べれるんですか、これ。食べれます。もう、だからもう、間引いていって食べるんですよ、うんうんうん、そしてそこにあるのがウドなんですけど、うん、ウドも全部出しちゃうと、うん、あのいっぱいなりすぎるので、あの3本ぐらい、あの残すのは2本ぐらいにして、うん、その前は食べる、食べちゃう。ウドの酢味噌和え。義帽子は本当にね、義帽子は茹でて、本当に酢味噌和え、うん、そのまんまおひたしでも美味しいんです。もう出てきたこれぐらいがもう最高。茎のとこ食べる感じですか。もう葉っぱもいけます。葉っぱも食べれるんですか。今これぐらいでもね、まだいけますよ。そうなんですか。うん、炒めて、本当お肉と炒めて食べても美味しいし、あとふき、ふきもほら、そうですね、うん、そうなんですよ。ふきも昨日につけて食べたんですけどね。あ、本当に、うん、食料庫、あともう天ぷらにする素材結構あるんで、うん、そうです、はい、甘どころも、甘どころもいけますし、ね、しどけって言って、うん、もみじ傘とか、いろいろ食べれる食品で、ね、庭の方みんなじゃあ義帽子食べてるんです。いや、食べないです。食べないですか。だから私から、うん、美味しいんだから食べてごらんって、うん、もう勧めて、もう食べさせてあげて、うん、あ、本当だ、美味しい、うん、アスパラみたい。いや、本当にそんな味なんですよ。さっき来る途中に、ね、義帽子ストリートがありましたよ。そうです、そうです。いくらでも義帽子食べて、ね、そうですね。これもだから小ごみなんですよ。うん、あ、小ごみ、これも、はいはい、ね、これも美味しいんですよ。ね、ちっちゃいのだったら食べれるね。うん、ね、はい、でもね、シダとして、うんうん、だから間引きながら食べながら、うん、残しつガーデンですね。ね、はい、ね、こう植栽もめでながら、はい、めでながら、はい、面白い話を最後にすいません、ありがとうございます。そういうことです。はい、じゃあもう本当にお話尽きないんですけれども、はい、じゃあちょっとそろそろお時間ということで、はい、はい、すいません。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今回は、はい、恵庭恵の、オープンガーデンの本当に元祖の、はい、最初の立ち上げからね、ご尽力されてきました、内からさんにいろいろとお話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。はい、住友化学園芸。